皆さんこんにちは、津江県金沢の田代雄平と辻尾真二です。はい、本日はパートナー企業様でもある金沢エナジーさんに伺っております。はい、本日ご案内してくださるのが金沢エナジーの橋本さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。私たち金沢エナジーは金沢市企業局からガス事業、発電事業を引き継ぎ、今年の4月に事業を開始いたしました。金沢市での都市ガスの販売だけではなく、さまざまな新しいサービスも展開しております。その中の一つとして、今年の10月から飲食店で毎日1杯ドリンクが無料で飲めるサービスも開始いたしました。で、詳しくは弊社のホームページやインスタグラムでも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。本日は家事がめちゃくちゃ楽になるガス機器を紹介してくれるみたいなので、はい、はいはい、お任せください。それでは早速行ってみましょう。行きましょう。まずこれからの季節に欠かせないガスファンヒーターのご紹介をさせていただきます。はい、田代さん、辻尾さん、普段って暖房器具どんなものをお使いですか？そうですね、田代は結構エアコン、暖房の、はい、毛ぐらいかなと思うんですけど。ありがとうございます。はいはい、僕はあの電気 の、 あの縦型の、縦長の感じですかね。はい、赤くなるやつ、そういうやつ使ってますね。はい、ありがとうございます。いろいろ暖房器具があると思うんですけど、その中でガスファンヒーターってご存知でしょうか？存在は知ってたんですけど、はい、なんかどんなものなのかあんまりよくわかんない、はい、あんまり馴染みのない、はい、では今日はこのガスファンヒーターの魅力をぜひ知って帰っていただきたいと思います。はい、はいはい、でまずガスファンヒーターの一番の魅力が立ち上がりの速さです。どのぐらいで？そうですね、あのスイッチをオンしてから約5秒ほどで温かい温風が出てまいります。試しに田代さん、スイッチオンしていただいても大丈夫ですか？辻尾さん、あ、いただきます。貼っていただいて、はい、いきますよ。はい、押しました。あ、もう来ました。ありがとう。そうなんですよ。しかもめちゃくちゃ暖かい。そうなんです。もう本当にめちゃくちゃすごい速さで温風が出てくるのがガスファンヒーターの魅力です。例えば灯油のストーブだと給油が必要だったりしますよね。はい、そうですね。そうなんですね。手についたりして。そうなんです。結構匂いがついたり、冬場とか寒い中、給油をしに行かなきゃいけないんですけど、はい、ガスファンヒーターの場合だと、もうあのガス栓をつなぐだけですぐに、温風が出てきますので、はい、給油の手間を省くことができます。あとですね、ガスファンヒーターの魅力として、はい、すごく軽くて、はい、結構コンパクトなんです、ね。うん、そう、さっきちょっと持ったらめちゃめちゃ軽くて、はい、すごい移動もらったなって。女性の方でもね。あ、そうなんです。もう、はい、女性でも例えばご年配の方でもすぐに出したり、はい、また片付けたりっていうことができます。そうなんです。はい、これ今日は白色のガスファンヒーターをご用意しているんですけど、はい、白色だけではなくて、例えばピンク色だったり、はい、あのシルバーだったり、いろいろなデザインがあったりとか、あの空気清浄機付きの機能がついているものもあるので、こう皆様のご利用シーンに合わせてお好きなものを選んでお使いいただけます。はい、どうですか、ガスファンヒーター使ってみたくなりましたか？もう明日買います。お願いします。やっぱパワーも強いでしたね。そうなんですよ、本当にガスのパワーで、はい、あの素早く温風が出てくるので、ぜひおすすめです。はい、はい、続いては超大人気商品のガス衣類乾燥機カンタ君のご紹介です。これは気になってたんですね。カンタ君は有名ですからね。そうなんです。実はこのカンタ君がですね、30年ほど前から発売を、はい、そうなんです、開始しているんですが、近年インスタグラムなどの SNS の口コミで、特にファミリー層に圧倒的な人気を誇っているんです。はい、でカンタ君のまずすごい一番の魅力としては、はい、ガスならではの温風を使ったスピードの速さと、あと仕上がりの良さになります。カンタ君を使うとですね、約5キロの洗濯物であれば52分で乾燥することができます。早いですね、一番来てくるんですね。はい、そうなんです。電気式の約3分の1のスピードで乾燥することができます。はいはい、うん、5キロって家族何人分くらいだって想像つけますか？5キロですよね。はい、5キロは、ね、家族、一家族分くらいかな。何人分くらいですか？バッチリです。あ、当たっちゃったんですね。当たっちゃいました。大体4人カップ分くらいの量になります。はい、次がその仕上がりの良さ、
これをちょっとご覧いただきたいんですけど、はい、いいですか、これ失礼します、はい、こちらがですね、普通のお外で干した洗濯物と、はいはい、カンタクを使って干した洗濯物の違いです。見た目がもう、はい、分かる通り、もうふっくら感が全然違いますよね。すみません、はい、ちょっと触ってみていただいて、はい、うわ、これ新品じゃないですもんね、これね。全然新品じゃないです。そうなんですよ、何回も洗ったことなんですけど、ま、手触りもめちゃくちゃいいです。これは天日干しのもの、見た目が違う、ちょっと硬くてダラダラします、ね、そうなんです。普通はこういう風になっちゃうんですけど、カンタクを使うと、もうまるで新品のような仕上がりに戻ることができます、はい、そしてカンタクの魅力としては、コスト、はい、低さもあります、はい。実はこのカンタ君なんですが、1回あたりのコストが約50円ほどになっています、はい、このコインランドリーで1回乾燥すると約400円ほどかかるので、はい、もうすごくお得で安いんですよ。安いですね、本当に安いです。だからもうお家がコインランドリー、あ、そうですね、もうお家でもコインランドリーのような体験ができるというか、はい、味わうことができます。でカンタ君はすごく生乾きの匂いをカットしてくれるっていう力もあったりだとか、あとは花粉の季節にも安心です、ね、はい、そうですね。で、EGK ではカンタ君を使ったお得な料金プランなどもご用意しておりますので、もうぜひご検討いただければと、はい、欲しいですね、欲しいですね、はい、ありがとうございます、はい、お申し込みのほどお待ちしております。ガスコンロのご紹介です。はい、田代さん、ガスコンロの魅力って何だと思いますか？そうですね、こう IH とかと比べると圧倒的にやっぱ火力が違うんじゃないかなって思ってます。おっしゃる通りです。ですはい、もうやっぱりガスコンロの魅力は何といっても火力の強さです、はい、例えば鍋だったりフライパンを少し持ち上げても火が届くので、うん、炒め物などにとっても向いています。2人って普段お料理とかってされますか？はい、少しします。されますか？どんなお料理作られますか？そうですね、結構キノコたっぷりの野菜炒めはい、僕はチャーハンの方を作ったんです。あ、チャーハン、はい、結構びちゃびちゃになったりするんですけどね、はい、チャーハンだったりとか野菜炒めはもうガスコンロうってつけのお料理なんですよ、ま、ですね、やっぱり火力がすごく必要になってくるので、はい、ガスの強い力で美味しくパラパラにチャーハンとかは作れたりもします。さら、うん、ね、はい、にですね、ガスコンロは調理器具を選ばないというところが大きな魅力、ね、IH とかだったら IH 専用の器具が必要ですね。IH 対応のものを購入しなければいけなかったりもするんですけど、ガスコンロであればもうご自身の好きな調理器具でお料理をすることができます。さらにですね、今のガスコンロというのはとっても進化してまして、はいはいはい、実はこのガスコンロにはオート調理機能が搭載されています。自動のスマートフォンだったり iPad を使った、まあ、アプリを使用して、うん、作りたいメニューを選んでいただいて、はいはい、であとはそのメニューの中で必要な材料をこのガスコンロのところにセットしていただいて、はい、送信っていうボタンを押していただくと、ここの部分にガスコンロの真ん中の間のところにメニューが飛んでいきます、はいはい、その後はもう自動で、はい、料理を作ってくださるので、すごいですね。例えば目を離していたりとか、はい、ちょっと違うことをしている間に簡単に料理ができているっていうのがいいんですね、はい、我々料理できなくてもこれに頼ればできるとか、材料さえしっかり入れておけばそうなんです。で、お料理が苦手な方でも自動で火加減とかを調整してくれるので、はいはい、簡単にごちそうを作ることができます、はい、すごい。で、結構低温調理が難しいサラダチキンとかも作ることができるんですけど、はい、そうなんですね。そうなんです。ガスコンロってお掃除がなんかしづらそうだなという気がします、ね、はい、あると思うんですけど、実はガスコンロお手入れのしやすさも大きな魅力です。こちらのガラストップを、はい、触って熱くないです、熱くないです触っていただいて、ずっとしてみてみましょう。こちらのガラストップなんですけど、とても清掃性に優れていて、油汚れなどもすぐに拭き取ることができます。こちらがグリルになっているんですけど、はい、ちょっとグリルの方を押していただくと、はい、入ってます。こういうようなグリル調理器の方が入っています。グリルでお魚を焼いたりすると油の跳ねがあったりとか匂いが残ったりとか、うん、まあ、そもそも全部洗わなきゃいけないですね。そうなんです、はい、掃除の時って全部こう洗わないといけないと思うんですけど、はいはい、
グリル調理器を使うと油の跳ねが全てこの中でとどまるので、このグリル内に油の跳ねがほとんどなくなります。あとは匂いもほぼ残らなくなるのですごくおすすめの調理。さらにガスコンロは乾電池を使用しているので低電池にも使用することができます。災害の時にもとっても安心ですよね。あ、そうなんですね。ガスコンロって本当に魅力がたっぷりの商品なので、はい、ぜひこの最新ガスコンロを使っていろいろなお料理をしてください。はい、欲しいですね。いっぱい料理したくなっちゃいます。はい、ぜひご購入お願いします。明日買います。早っありがとうございます。橋本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。辻さん、なんか気になる商品はありましたか？僕はやっぱりカンタ君ですかね。毎日ふわふわのタオルで体拭きたいですよね。拭きたいですよね。はい、はい、私はなんか気になるのありました？僕はやっぱりあのグリル調理器のところ、アプリで全部できるね。アプリで全部できるって、はい、初めて、本当に初めて知って、うん、本当びっくりしました。びっくりしましたね。ありがとうございます。はい、もうお二人は完璧なガス機器マスターだと思うので、そうですね。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。10月23日の栃木線では EGK が企業ブースを出展しますので、また何かわからないことがあれば何でもご相談ください。はいはい、今回ご紹介した機器もすべて展示しますので、ぜひ遊びに来てください。ください、ね。そして11月5日6日はアルプラザ金沢さんで、11月12日13日は金沢コーラスさんで、当社初となるガス展を開催いたします。はい、ぜひこちらも遊びに来てください。はい、駅西にはショールームもございますので、こちらもぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。まあ、とにもかくにも、はい、10月23日の試合、金沢エナジーさんが冠町に行ってますからね、全金沢の冠試合をしてもらえるので、はいはいはい、その時にまた多くの皆さんでブース立ち寄ってもらって、はいはい、たくさんそこでみんなガスのことを聞いた後に、はい、また最終戦応援の方をしてもらえればいいかなと思います。はいはい、ガス並みの熱い試合を期待してますので、はい、熱いですね、熱いですねよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまたお待ちしてます。ありがとうございます。ありがとう。